トゥルーイストパークはジョージア州古部郡にある野球場。アトランタブレーブスの本拠地として2017年シーズンから使用されている。サントラスト銀行が25年間の命名権を取得し、サントラストパークとして2017年に開場した。2019年にサントラスト銀行が BB&T と合併し、トゥルーイストファイナンシャルとなったため、球場名も 翌2020シーズンよりサントラストパークからトゥルーイストパークへ名称変更している。球場は4万人余りを収容し、どの席からも視界が得られるように設計されている。4000席のプレミアムシートも充実しており、早くも注目を集めている。プレミアムシートの一つ、デルタスカイ360クラブでは、 スポーツバーなどを備えたダイニングスペースを提供、フードやお酒とともに野球観戦が楽しめる。また商業施設、ホテル、オフィスビルや住宅を要する複合施設、バッテリーアトランタは球場に面していて、レストランと球場との行き来も容易。より快適により楽しく、従来の球場とは違った体験へとアップグレードされている。 ブレイブスが1997年から使用していたターナーフィールドはアトランタ市内にある1996年のアトランタオリンピックのメイン会場として使用された陸上競技場を野球場に作り変えたものでバリューエンジニアリングされているため多額の維持費がかかり保有権を持つアトランタ市からは各種リノベーション費用1億5000ドルの提供を断られた。また、旧本拠地は 地下鉄の最寄り駅から約1マイルも離れており、球場周辺のフリーウェイの慢性的な渋滞により、ファンは車で球場に来るのも大変な状態に陥っていた。これらの費用の問題や、借用券が2016年で満了することなどを考慮し、2013年11月にブレーブスは本拠地移転の計画を発表した。球団公式見解として、 駐車場不足が転出の理由に挙げられた。建設地はアトランタ郊外の古部郡カンバーランドにあるフリーウェイのインターチェンジ近くが選ばれた。ブレイブスはその場所をブレイブスのファン層の地理的中心に近いと説明している。調査によると富裕層の多いこの地区からの来場者が多かったという。軍評議会も2014年5月に新球場建設プランを 全員一致で承認し、さらに球場及び駐車場などの諸施設建設費用6億2200万ドルのうち3億9200万ドルを軍が負担するという。これによりターナーフィールドを継続使用するためには回収費及びファン関連の施設建設で3億5000万ドルの球団負担が必要となるが、新球場移転では開業後30年間で維持費として、 ブレイブスが負担する額は8000万ドルに止まるとしている。また、球場周辺の開発権が認められたことで、より集客性を高める総合エンターテイメント施設を建設することが可能になった。建設地の面積は60エーカーで、新球場は15エーカーになる。残りのスペースは駐車場や緑地、複合施設になるという。駐車場の収容台数は1万千台で、 球場から2マイル以内に計3万台のスペースが設けられる。最寄り駅は1 0トル以上離れているが、シャトルバスが運行される。球場の収容人数は4万1149人。2013年11月に4億ドルをかけて球場に隣接する娯楽地区の開発が発表された。商業施設やホテル、オフィスビル、住宅などが建設され、 その複合施設はバッテリアトランタと名付けられた。球場の設計には多くの MLB の球場を手掛けてきたポップヤラスが選ばれた。球場の外観にはレンガが用いることで時代を超越したデザインになっている。2014年9月16日に起工式が取り行われた。天然ガスパイプラインの移動やライフライン間の整備、基礎工事などが終わると、 2015年8月に外観のメインとなるレンガの設置セレモニーが行われた。式典には球団職員や軍関係者、スポンサー、さらに OB のハンク・アーロンや現役選手のフレディ・フリーマンも参加。最初のレンガはユースティス・モリスにより設置された。83歳の彼は絶好として球団の旧本拠地である。 アトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアムで最初のレンガを、オリンピック・スタジアムでは最初と最後のレンガを設置していた。また、非公式の様子や1948年のワールドチャンピオンになった時、1995年にリーグ優勝した時の映像などを入れたタイムカプセルをレンガの奥に封印した。このタイムカプセルは球場が取り壊される時に取り出すという。 2017年1月には外観工事がほとんど完了し、3月4日に最後となる芝が貼られた。同8日には建設過程を記録したタイムラプスビデオが公開。2017年3月31日のニューヨークヤンキースとのオープン戦で会場。4月8日にはジョージア大学とミズーリー大学の試合が開催されている。 4月14日のサンディエゴパドレス戦が初の MLB 公式戦となり、試合前には式典が開かれ球団 OB のハンク・アーロンが始球式を務めた。ありがとうございます。